でこれチャンスかもと思って僕は後ろで見てたんですけど、そう割り込んでって16小節持ちネタで蹴ったんですよ。そしたら女子さんお前いいねってなって、お前は DO にはなれないんだから自分のオリジナルのスタイルを作っていけと、コウ君とジンドック、コウ同い年、ジンドックとコウ同い年。昔はもうとにかく他のクルーとかとは仲良くしない、学校の年下の世代でケイジとかエツさんとかにちょっと来いって言われて、DO さんのあのスーツのアイロンかけさせてもらって、ワトソンがガーって出てきてる中で、こう一ラッパーとしてこうかっこいいなと思って、バンクロールは結成してる年です。ムラリさんの当時ハーレムに住んでてスタジオがあって、そこにジャシオンさんが行ってこいと、勉強してこい、政治家になれそうなぐらい清いのよ。よろしくお願いします。お願いします。私は彼とは一方的に相当近い感じで、というのは訳あって旅に出ていた時も本を整理する係でしたから、はい、相当な前線に立ってもう激ムーブしてるやつ順に無所の中でもめっちゃ注目されているっていうか、文章の中に届く、はい、その媒体に当たり前の顔しているラッパーはもう限られたラッパーだけですから、そんでまたもう私の同世代のあの AK さんと、まあ、こちらの伊代さんがそれはそれは文章の本にずっと映ってましたから、まあ、僕は一方的にめっちゃ見てて久しぶりかもないその話に巻き込まれたくないんですね、あの初めて会った時のお話もそうですけど、はい、実は今日初めましてみたいな中じゃありませんよね我々はね。そうですね。なんだっけ、一番最初僕はもうすごいもう子供の頃からディオさんの活躍はちょっとおかしいのよ、拝見してたんですけど、一番最初の出会いというかちゃんとご挨拶させてもらったのは、ブートストリートですね。そうでございますね、ちょっとご存じない方がいらっしゃいましたらあれなんですけど、我々がこうなんか駆け出しの頃、この渋谷のもうヒップホップ村というかね、はい、あのレコード村と言われているあの黄金地帯 で我々はブートストリートという商売をさせていただいておりまして、そこのもう本当駆け出しは そこのソルジャーと言っても過言じゃないぐらい、我々 のいろんなメイクビーズの、はい、もうプレ大事なプレイヤーの一人だったわけですね、その当時から。それ何年前ですか。それが僕が18、19だったので、ああ今もう33なので、はいはい、15年前とか。ブートストリートであの店番を、はい、ディオさんのお店でやらせていただいてて、はいはい、言ったらそれディオさんに自分からもう話しかけられる身分でもないし、もう本当ただの店番のもう使いっ走りとしてそこの店で修行させてもらうというか、もうそんな感じでした。僕らの同級生が店をこう統括するというか、僕の幼馴染の A2 が、まあ、先頭になって、そこで T2K が同じく駆け出しでその流れをやってまして、 T2K たちの次のその頼もしい後輩たち、うん、っていう時代だったのかな、あの時の流れで。そうです、ね、お互いで連絡取り合って飯食い行くような感じじゃなかったよね。いやもう当時その自分がディオさんにまずそこにいらっしゃっても、もう自分から話しかけることはない、もうやれって言われたことをやるだけで、で言ったらディオさんがライブに行く時は物販でディオさんとかブートストリートの CD 売らせてもらったりとか、あと当時ディオさんがあのネリル&ジョーをリリースした頃で、ライブは絶対スーツで出てる頃なんですよ。なんで楽屋に
顔出せと言われる、うん、ディオさんじゃなくてその周りの方とかに、うん、エツさんとかにちょっと来いって言われて、うん、ディオさん の、 あのスーツのアイロンかけさせてもらったりとか、かけさせていただいてとか、そういう本当ただのもう使いっ走りですね。恐ろしいですね、まあ、スタートで、はい、急に光と闇浴びせされるみたいな、じゃああれだよね、キラキラキラーンとこう、あ、こうすごい、おお、そしたらこうなってこうなるんだヒップホップみたいな、そのタイムリーにこう見れたな。そうですどんなお店だったんですか当時。その宇田川町は今よりこうヒップホップ度数が高かったというか、うん、本当にいろんなお店があって、うん、インスタグラムだったり、うん、そうい う、 こう情報がなかったので、もうそこに行けば、YouTube もなかったよね、はい、そこに行けばとにかく行かないと情報がわからないというか、うん、だから本当にそこに行ったらいろんな人にも会えるし、うん、いろんな経験ができるといいますか、店番として立ってる、立たせていただいてる時は本当に なんて言うんですかねなんて言うんですか、言って言って言いやすいように言って、ストリートでのこのいろんなこう、はい、トラブルだったり、はいはい、あるじゃないですか、はい、直結してもますもんね。そうするとディオさんはどこにいるか分かんないから、うん、こうそうディオさんのお店っていうとやっぱそこにこういらっしゃる方々が、うんうん、窓口となってしまっての、ね、はい、本当あれあったよね、時には1日何人もディオ連絡取ってよが来るわけだよね、はい、それだけ聞いちゃったら何のお店かますます分かんないんですけどねっていうところから伺うべきなのか、世界一目立つ日本のストリートを網羅してた海賊番屋ですよね。そうですねそこのヒップホップゲームに賛同 してくれた一人ですよね。そのヒップホップゲームはだから今なおかつ転がってますから、彼のこの今なお転がるいろんなものと連動してくれてたら何よりでございますけど、でもなんでそんな店来ちゃったの。当時やっぱヒップホップに興味を持って知りたいってなっていくと、うん、本当に街に出るのが一番早かったんですけど、うんうん、で特にその仲間の有志がヒップホップにすごいハマってというかこう知って、うん、ブートストリートはあのインストを売ってたんですよ、うん、なんでインストを買いに行ったりとか、そこで当時立ってた GOK さんとかがいろいろ教えてもらってっていうので、まず仲間の有志がブートにこう行くようになって、うん、でまあその流れで自分もこう行かしてもらう、遊びに行っていろんなことを教えてもらうっていう感じですね。まあ、GOK という、まあ、僕の幼なじみの一人なんですけど、練馬大泉学園の、だその GOK が一番僕らの同級生だけど、まあ、日々ずっと一緒にいてみたいな、もうその GOK のもう一族みたいな、 GOK ファミリーの一族みたいにその時にもうなっちゃって、彼はさっきの店の話じゃないけど、その露店から始めて、あ、これいけるっしょ日本でもと、世界を見て回ってヒップホップの究極だねこれと、あの時代その露天商が盛り上げて、うん、50センツが売れる、うん、G ユニットが揺れる、スヌープだって JG だってストリートアルバムを出して、うん、ストリートの露天商がそれをみんなにばらまいて、それで情報を伝えてからの新みたいな、はい、ブートであの店番やらせてもらってる時も、うん、もうとりあえず毎日一人はフリースタイル仕掛けてくるやついましたその究極はね、向こうのちっちゃくて誰かなっていうけど、形とノリとフリースタイルで分かるポニーとかだよね、なんかね、あの人も間違いなくあの24時間 やってて、そうそう、誰もがもう認めるよね、戦ったことある気しますもん、あの全員が根っこでやつを知ってて、ストリートで全員浴びてるじゃん、はい、もうでフリースタイルってこんなに陽気に楽しくやっていいんだ、うん、みたいなのを教えてくれたやつでもあるよね、はい、っていうか時代変えたよね、うん、あの辺で、で、ひだやんがさ、はいはいはい、ひだで一人旅とか言って、あ、出てますもんね、うん、まあ多分出てないんだけど結局、はい、もう とんでもないめちゃくちゃ遠くから、はい、その出たけど出てないのか、ルート前の映像あった気がします、俺ら撮って手伝って、はいはい、しまいにはもう多分俺らの六本木の事務所に、はい、彼はもう1週間2週間住んで、そっから出動して、あと六本木 の、 その事務所でみんな超東京勢は、ね、はい、あの当時行き来いろんな人がしてたから、はい、それを捕まえてひたすらやる、あとブート張ってたらそれあるから、うん、無限にやる、気づいたらだからね、こんな人勝手に使っちゃダメよみたいな人多分やりすぎて、はい、
蔵入りになりましたよね、ある人いろいろ見たし、その俺らのいいとこをこう見てこういたというよりは、どっちかっていうともう合流直後悪い悪夢を見続けるような。でもそれも A2 さんがそのお前はラッパーとして絶対に売れるから、とにかくお前はそういうストリートのことに首突っ込んだりとか、使いっ走りで終わらないように、とにかくラッパーとして認めてもらえるように振る舞えとずっと言ってくれてて、だからラッパーとしてブートの店にも立つし、ただの店員じゃない、ラッパーとしてブートの店員になってそこで立って認めてもらえるようになった。で DO からこうのエンターテインメントだったり、そういい部分を一番近いところで見れるんだから、それを勉強して自分にガラッパーとしてどうしていくべきかをちゃんと考えるっていうのをエツさんがずっと言ってくれてて、相当思い出が脚色されてすげえいい話になっててもうね、もう 0.1 が今もうね、本当もう2キロぐらいのブツに聞こえたけどって。お前は DO にはなれないんだから、自分のオリジナルのスタイルを作っていけと。恐ろしいですよね、今聞いたら、はい、俺がいいようになりたいもんね。いやいやもうお前のスタイルでラッパーとして勝負しろみたいな、おんぶに抱っこ、ブートの店員だからっつってそれにこうおごるじゃなくて、それを利用するっていうよりもそこで学べるものを学んでしっかり自立していけみたいな感じをずっと言っていただきました。お聞きいただきましたか、政治家になれそうなぐらい清いのよ。そしてもうこれまで未だかつてないほどピュアなのよ。その時から今はもうね、死んでったやつもそれはいるよな、はい、トラブル巻き込まれてよく分かんなくなって連絡取れなかったやつもいるよね。でその流れだけど、生きてようが死んでようがこれ続くもんは続くし、我々はラッパーとしてそういうお手本の人たちをたくさん見てますよね。死んでなお転がる、ヒップホップというか責任みたいなね、あの野郎は死んでもなおうるせえやつとしてまだ言ってきやがるわけですね。じゃあその中心人物だった雄志くん、俺は本当だからおうっていう、おみんな仲間なんだおうっていうのと、藤岡がこいつこうなんだよ、あそうなんだバカなやつだねみたいな、頑張れよお前気をつけろよみたいな、雄志がでも本当一番早いやつだったんですよ。とにかくこう、なんかこう学年に流行りを持ち込んでくるタイプのやつって、ブートストリートの CD を買ってきて、でプレミアのこう20何枚入りのインストをずっと買ってきて、もう1枚しか買ってきてないから、今日2番やったら、何なのそのインストはやっぱみんなでそう練習用とか、もうとりあえず MTR があったんで、MTR で毎晩集まってそのラップが遊びみたいにこうなってて、でとにかくその今日2番使ったからもうじゃあ明日3番とか言ってもうなくなっちゃって、1から24番まで全部曲作っちゃって、そしたらまたブート行って CD 買ってきてみたいな。もう店やってんのその時。僕は店番やってまだやってないで、あそこにそのインスト売ってるらしいよみたいな。そうですね、ユーシが持って帰ってきて、で、当時そのベイビーブルーだったりとか、ハイドアウト、JOK さんがやってるハイドアウト、オンスポッツとかもまだ、宇田川の一角でやって、グローもまだあの階段のシスコ族、シスコマンハッタン、でそこの時代にこうよく行ってて、なんでその出会いは有志がヒップホップをもう自分たちのもたまり場に持ってきたというか、そうですね、完全に、でもう今まで違う遊びしてたのが完全にそれでヒップホップが一番の遊びで、それ何歳、それが15、16とかぐらいですね。それまでは 何してたの。それまではでもバスケしたりとか。バスケしてたって言ってましたね、バスケ部だったの。バスケ部、中学校卒業まではバスケ部、ずっとバスケの世界にずっといたの。一応ミニバスからやってて、もうそれは筋金入りのやつでございますね、途中からでもやっぱヒップホップが楽しくなってきて、途中でもうやめちゃって、学校ごとやめちゃってみたいな。高校だね、やめるとかになるとね、それまではじゃあもうバスケ三昧。そうですね、バスケ生活の一番中心だったかもしれない。その時にじゃあそのプレミア聞いて、スクール、我々の仲間がヒップホッ
J-POP はこうだよあだよって、うん、ものすごく偏ったいろんなことをね叩き込みまくったはずでございますから、ニューヨークバカになっちゃったじゃん。そうですね。じゃあ、はい、その入りはもうプレミアなの？もっと初めてラップしたのはプレミアのビートだと思います。うん、DJ プレミアっていうのはそのもう今なきもう大兄のグールーというラッパーとの、あの2人グループでギャングスターという、まあ、ニューヨークのヒストリーを語るにはもう欠かせない奇跡の先生たちとして、うん、今もうプレミア先生にはね、あの教えていただくことだらけですよね。そうです。とそのあの一かけらを受け取ってしまう流れも俺一個思い出したとか今言いたくてしょうがなくなっちゃって、はいはい、もう言いたいんだけど、あの A2 と、はい、俺定時制で知り合ってるの、はい、高校行ってもうお互いもう普通の枠なんか入れるわけなくて、もう学校行けなくなっちゃって、だけどあのたどり着いて吹き溜まり中の吹き溜まりよ、そこでもう食堂で A2 とある日会ったら、おじいよ今日はギャングスター東京来てるねライブ、昨日今日の通行演だったらしいよ、リキッドで昨日なんかプレミアが途中でライブやってたらなんかそれインストかけて、でグルーが日本人誰かステージ上がってこいと、ラップできるやついねえのかってやってて、誰も上がれないで、なんでシャイボーイジャパニーズじゃないけど、グルーはなんかちょっとそんな感じから日本人に頑張ろうぜみたいになってたみたいならしいよと、今日もあるっぽくない、やんないの、誰もやんないらしいよとって言われたの、はい、食堂で。それ俺のために今日取っといたんだろそれ、もうそこ行こうっつって、リキッド行こうぜっつって、そこ食堂から行ったの。半端ね、盛り上がる最高だぜ、でもやんないんだ、そのフリースタイル一生来ないんだ、それ見にやりに行ってんだで来なくて、ふざけやがって言うと、もう次プレミア見つけたら殺すとグルーみたい殺すと、なめやがってと、これ練馬から来て今日これワンバースやりきたでしょ超怒って、うん、何だったんだふざけやがって、もいっぱいやりこと、うん、俺怒ってる、したら小道からグルーとプレミアが出てきたんだ、うんうん、居酒屋から、うん、あーみたいな、うん、シーみたいな、こんなとこで飲んでんだ、うん、外国から来てみたいな、まずそこの赤ちょうちんみたいなとこ飲んでんの飛ばされてからの、普通に喋って、うん、ほんでなんか俺も片言なりにそれ伝えて、うん、もうがっかりしたと、それ聞いて今日来たのにと、お金も払ったと、うん、でちゃんとかなって見に来たと、お前日本人なめんなよと、うん、やめてよ、大丈夫だ大丈夫だからと、もう大丈夫だからと、分かっていますブラザーそれを2人でそれをつまみに多分何ヶ月か飲んで、へー、もう味わったぐらいプレミア、うん、俺らとものすごい勝手に距離感あるわけ。そのプレミアをやつはプッシュしたかったわけ。なるほど。もう知らねえんだろ。その思い出があった。まずこれ聞けよ。で多分あいつが出してくる、はいはい、あれもう直結してますから。そうです、ね。プレミア始まりも恐ろしいよですよね。その話を初めて聞きました。あ、そう。レッツさんにも聞いたことあります。いやもう暴力的に一方的なね話だけど、ニューヨーク初めて行った時どうやって受け取ったの？GOK さんとかに聞いてまず有志が行って、うん、で有志が行ったの。行きましたね。それも熱いのよ。地元でまず一人が行って、ね、帰ってきて、それでこうだからみんなでドンでしょ。はい。18の時に行って、でもそれもムラリさんの、はあ。当時ハーレムに住んでて、スタジオがあって、そこにジャシオンさんが行ってこいと、勉強してこい。それは当然なのよ。俺がまずニューヨーク見なきゃこれもって、うん、17、18時に俺らが、はい、そんでその時に何の準備も してないジャシュワンと GOK をもう勝手にチケット取って、はい、もううるせえよと、その話聞き飽きたわ、もうこの日行くって決めたから、はい、まあ、来いよって連れてたの俺なの。へえ。で3人で初めてニューヨーク行った、はい、まあ、当然何にも分かんないよ、うん、全てのナビゲートは地球の歩き方を俺がひっそり持ってた、もうこれのみ、はい、空港出るのにマジ丸1日かかるから出れねえから、もう何言ってか分かんねえんだから、どこ行ってか分かんねえんだから、はい、もうその時代10代でそれやっちゃって、はい、でもその根っこからのでもゲトってこう戻ってきたという、そのあっち行ってみてブートストリートも、はい、ね、いやこれだって見なきゃできないんだしとか、うん、とんでもない、うん、本当に入るじゃん、インプットの、ね、鬼じゃん、はい、1回目はすごい行ったなのね、はい、したら何やってた、その時の鮮明に覚えてない、あれとあれがやってて、こうライブ見に行っちゃってみたいな。その時僕ゴーストフェイスキラーがめちゃくちゃ好きだったんですよ。
で夜にゴーストフェイスキラーのライブがダウンタウン 13とかであるって聞いて、でもその前にジェシュアンさんにムラリンのとこちょっと行ってこいって、会ったことはある？なかったんですよ。ない。ハーレムのスタジオお邪魔して、でもうそこ行きなって言われて、はい、アドレスのみを、はい、でもうピンポンして、はじめましてみたいな、うーわーで、はい、部屋入れてもらっていろんな話聞いて、はじめましてって何の話すんの？おーよく来たな。いやニューヨーク、多分ムラリさんのヒストリーをひたすら聞きながら、うん、今ここまで来たかっていうのを勉強してもらう、教えてもらってたら、すごい雪の降ってる日だったんですけど、もうそろそろ帰ろうか、寒いんだ、はい、もう雪の時代なんだ、冬は俺もそうだったかっていう、もう寒かったかも、そう、そこ狙っていって極限寒い、はい、いい冬を知るよね、はい、そのまま僕は13までハーレムに135とかだったんですけど、電車で行ったら13は113のこと、いやもう13、本当に13、一番下に降りてったら、もうやってる場所が分かんないんですよね、全く。もう13でやってるしか聞いてないで行っちゃってるんで、ダウンタウン部位よ、もう帰ろうと思ったら電車止まっちゃって、で大雪の中百何十ブロック歩いて帰ってっていうのが一番の思い出、最初のニューヨーク、今ニューヨーク思い出した、それなんだ、もう歩いたニューヨークの景色と、うん、その13人は行ったけど、もう何にも、はい、分からないし、何にも受け取りきれないままもう U ターンしたんだ、はい、もうやってなくねってなって、うん、からのもう80何兆ずっと歩いて、本当ブルックリン見て、ハーレム見て、クイーンズ見てみたいなもんね、その全部歩いて、ハトバスのコース歩いて東京で見るような、はい、ほんでその時はもうキャンディータウン の, その今の仲間たちもいんの、そのみんなで一人で行った時は何なの、一人で、一人で行きました、最初は一人じゃねえか、あいつに聞いてまず行って一人で、一人でその勇士も一人で行ってた、うん、一人で行かないとダサくないみたいな、ダサい、なんかあいつが一人で行っちゃってる分、なんかそういうのあったんですよ、うん、まず本内とみたいな、はい、ありますよね、俺ももちろんやったことあるよ、はい、それでやりました、DJ ムナリを訪ねてって、はい、なんか開いた、家の中にこう監視カメラを見るモニターがあって、ああそれをもう10秒ぐらいおきに見てる、それが怖かったっていう記憶がめちゃくちゃありま、信用されてないのよまだ、そのめちゃくちゃ警戒してるやつが、はい、でもそういう時代なんだから、うん、あいつが最初に街で仲良くしてたやつが家に呼んで、ちょっとパーティーしようぜ今日、こうやって金をゲットしたし、こうやって、うん、なくてヘネシーかこれかって家でパーティー、もうあのねゲト乗りの、はい、ホームパーティーをやろうとして、こいつらの信用してもいいよなって家に招いたら、呼んだかける10ぐらいのやつがブワー入ってきて、もそのままボコボコにされて、縄ぐるぐる巻きに縛り上げられて、家財道具一式とその物と金と全部持ってかれた。でそれ以来信用とはとか生きていくとは、ほんと全部が、ね、目の前の現実直結してこれる死活問題ですから、そのカメラを仕掛けて、その自分が生活する全てのこの範囲にはピットブルが一番信用できる唯一の裏切らない仲間だってことを一人でやんなきゃいけないんだから、でピットブルを買い、それでどんな時も初めましてで来たやつのことを疑わなきゃいけない世界にいるわけで、イオが初めましてで来て、うん、おって気を許して、そのままホームパーティーして、そしたら仲間をいつなだれ込んできて行かれるかも分かんないから、あいつはそっとナイフを隠してて、そっとチャカを実は頭込めて引き金引いて置いといて、それで笑顔でピットブル超可愛くて、みんなつっこいんだけど絶対触んないでね、危ないからってガーッて言わせて、で何出したのってやるスタイルを身につけてたの、あの時期、その時はもうキャンディタウンじゃなくて噂のこのバンクロール時代、はい、そうです、結成してんのも、バンクロールは結成してる時です、ね、うん、地元とか、なんだ、もうブートストリートが本当それこそ始まりなんですけど、当時小田急線に乗って渋谷にこう BSC っていうバンクロールのやつと呂布っていうのが、うん、ブートに行こうとしてたらしいんですよ、うん、そしたら言ったらまだ当時14とかなんで、15とかのにめちゃくちゃ B ボーイがいて、あいつ絶対渋谷行くぜみたいな、ブート行くぜ、わかるよね、電車に乗ってて、わかるやつのな、でそしたらブートの前で本当見事に会ったらしいんですよ、あで
よくよくこう話していくと同じ地元だったっていうのが分かって、うん、で僕ら北見ってところら辺 でそこでやってるっていうので仲良くなって、こういろんな人の家に泊まるようになってラップし出したっていうのがワンクロールの始まりで、あ、同じ地域で同じ年代なんで、こう話すといろいろつながってくるじゃないですか、うん、同じサッカーチームだったとか、うんうんうん、幼稚園の頃こいつとこいつが一緒だったとか、あ、でつながってって できたのがワンクロール、お世田谷のこの橋で、はい、T2K とゼウスが、はい、職の先輩たちというかね、近いところでラップで本当にかましてたのがブートストリートの先輩だと T2K さん で世田谷だとゼウスさん、そこにも風神雷神みたいな感じですごいフレッシュな視点なのよ、それはいたんで、まずそこに認めてもらわないと、もうラッパーとしても話にもならないし、その先にも行けないっていう、もう今でも一番会うとピリッとするのはその2人です。おー、背筋ピンって感じです一番、はい、渋谷で会ったメンバーが、はい、今のキャンディータウンになる。結果的にその地元だったん で、うん、学校の年下の世代で、うん、刑事とか、まあ、DJ の人とかがいて、学校でこうまた、はい、でそしたらその刑事は刑事で地元で仲良くなってたやつらがいて、うん、で僕は最初刑事とかしか知らなかったんですけど、いろいろゴッツとか、うん、こういろいろラップで一塊になってるのが地元で近いところでいて、で最初はまあクルーって感じじゃなくて、うん、こうみんな、まあ、こう言ったら兄弟クルーみたいなもんだから、うん、1個みんなでコンピ、うん、みたいな、こうレーベルとしてキャンディータウンっていうものとしてこうコンピ作品出そうって言ったら、気づいたらキャンディータウンっていう名前で、レーベルじゃなくて、まあ、クルーで動くようになってた。はいはい、何してたその時、なんでこうなれたのみたいな。でもやっぱ BCDFG が始まってちゃんとラッパーとしてなってったって感じですかね。どんぐらい経ってその BCDMG に関わるの？それも DO さんの MV の撮影だったんですけど、うん、ハッスル&フローの撮影をしてる日にたまたまブート終わって店閉めて駅に歩いてたら、ジャシオンさんとばったり渋谷の道端で会って、でジョシオさんとも 2,3 回しかちゃんと喋ったことないぐらいの時だ、おおみたいな、会っちゃったし、お前ブートのやつだろみたいな、うん、で今あの撮影やってるからお前ちょっと来いよって言われまして、でそしたらディオさんがあの石橋楽器の下で撮影されてたんです、はい、でセクシー女優と、はい、やってました、はい、でまあで僕ら出番ないからこう端っこで、まあ、談笑みたいなジョシオさんとか GOK さんもいて、うん、でこう談笑してる時に、うん、なんかもう全然知らない、多分僕より年上のなんかラッパー見習いみたいのがこうなんかいたんですよ、多分ジャシアンさん周りなのか、うん、多分本当なんか今はもういない、今その時しか見てねえなみたいな人がいた、はい、いた、全然もう知らない、もう今も全然わかんない、ああ多分僕より年上で、ああその人がになんかジャシアンさんと事情検査が多分暇で、お前ちょっとフリースタイルしてみろみたいな感じで言って、そしたらいや その人がこういやちょっとビートがないとみたいな、こうなんかいやとか言ってて、でこれチャンスかもと思って、僕は後ろで見てたんですけど、そう割り込んでって16小節持ちネタで蹴ったんですよ。そしたら女子さんがお前いいねってなって、ビート送るからお前返せ言ってきて、ビートをいただいて自分で取って返して、ね、で違うでまた取って返して、まあ、6,7 ラリーぐらい続いて、あじゃあこれいいねっつって、ちょうど BCDMG にラッパー入れようと思ってたからお前入れっていうので、お Dig to Me っていう曲でそのデビューさせてもらったっていう、そ BCDM アルバムみたいな、あの何個かやってる時のそれ、はい、なのかな、ジャシュアンさんの EP みたいな、うん、ブートのアルバムでもないよね、はい、でそれで MV 作って出したのが始まりです、ね、そこで16小節蹴ったことが人生変えたかもしれないですね。グループでじゃあそれいろいろ固まってきながらソロやるでしょ。グループはまだデビューしてなくて、どっちを先にやるの？
自分のソロです。ソロが先だった。とにかく、まあ、このままやっててももう変わんないし、うん、なんか全員で上がろうっていうよりも一回誰かが行けば変わってくるだろうっていうのもあったんで、うん、自分たちがまあ一番かっこいいと思ってはやってはいたんで、うん、でとりあえず誰か行こうぜみたいな感じで最初デビューさせてもらって、で、うん、それと同時にジャシュアンさんとかノブさんがイオの周りでかっこいいやつがいるんだったらちょっと聞かせてよって言って、ケージとドニージョイントっていうのが PCTMG に加入してっていう感じですね。当時ってでもなんかこう今みたいにこう曲一発でバンっていくっていうよりはやっぱ、うん、こう全部だもん。 何かしらのこう、うん、全てを引っ掛けてドンっていかないと、はい、っていうのがあったんで、ね、ラップできるだけじゃ注目受け取れませんから ね、はい、そうですね。同年代だと誰がいい？僕と同い年だとコウ君とジンドック。コウ同い年、ジンドックとコウ同い年、まあ、ラッパーじゃないですけど岡本レイジとか。だからなんだよ。そうレイジもある時共通の知り合いがこうやっていいんですよねみたいな、なんかのパーティーで会って初めましてみたいになってから、はい、友達がこうでブートの時こうで、はい、見てくださいよじゃないけど、ザライブの T シャツ着てたりとかさ、はいはい、じゃないけどザライブの T シャツ僕らの地元一人一枚持ってました。僕初めてプロのラッパーの方のライブ見たのも D.O. さんドッグエリアアイジアで、アイジアじゃない、ブエノスでやってたのが、初めてクラブ行ってライブ見たのはドッグエリアでした。16、15とかだと思います。あれもだから妄想族の健太がやってたイベントで、ツイギーさんが出てらっしゃって、で D.O. さんもいらっしゃって、意識 してたラッパーみたいなのもいました。いや当時は本当にその SNS がなかったんで、うん、ちょっとそうだよね、近い距離のラッパーしか把握してないという、うんうん、そんなやついるんだじゃないけどね、そのもういるかどうかそれも分かんねえような時代でもありましたね。上がってるラッパーの人とかでもちょっと上の世代の人だったんで、同世代にラッパーいるのかなっていう、うんうん、距離の取り方をとか、はい、まあ、そのね絶妙なバランスを、はい、その魔界村にいながらどうやってそんなクリーンな感じで嘘つけるんですか今と昔は結構、うん、自分の考え方とかも違って、うん、昔はもうとにかく他のクルーとかとは仲良くしないっていう、意図的につるまないみたいな、そういう時代というか、そういう、そうですやり方を行こうよってやってたんだ。だし他のクルーもそうだったと思います。なんかちょっとこう慣れ合わないじゃないけど、こう現場であってもちょっとピリピリしてるし、おいっす久しぶりって感じじゃない、じゃない。よくソーシャルっていうクラブで、うん、ブルーマジックだったり、うん、ブルーフェニックスっていうのも、うん、結構みんないたんですけど全然砕けて話もしないっていう、なんかちょっとこう距離をお互い見つつみたいな、割とだからこう仲良くなってちゃんと話せるようになったのも割とここ3、4年とかなのかな。何がきっかけなのそれは。みんな大人になったんですか、うん、お互いその時代を駆け抜けて、はい、やっぱ若い時はちょっとこう、俺らが一番だし、うん、みたいなので、うん、ちょっとこう、まあ、尖ってるじゃないですか、ね、うん、お互いそうあるから、かっこいいとは思ってたんで、それを表に出すか出さないかだった、うんうんうん、から、うんうん、それがなんかこう、うん、かっこいいものはかっこいいって言えるぐらい、こう、まあ、自分にも余裕ができたりとか、うん、じゃあどうやってそのワイザーとかジンドクとか一緒に共演することになるんですか。自分から言ったことある、これ、はい、そうですね、やってよ。ジンドックに関しては今最近出した一番新しいアルバムに入ってもらったんですけど、うん、それは自分のバーストフックを書いて、うん、なんか足りないピースがあるなって思った時にジンドックがバース蹴ってくれたらすごいこう完成されそうっていう、だからジンドックともともとまあやりたかったっていうのもあるんですけど、うん、それよりは結構曲としてのここにジンドック入ったらこの曲かっこよさそうみたいな考え方で今回はジンドック、うんうん、まあ、クリエイティブな本当に、で後輩とかもできちゃって、そう下のこの流れもあって、ワトソンさんですか。ワトソン、ワトソンも単純にこうワトソンがガーって出てきてる中で、こう一ラッパーとしてかっこいいなと思って、でどんなつながりなの、なんかあの四国のラッパーでね、つながりは特になかったんですけど、まあ見ててワトソンの
活躍とかそのラップを聞いてて、ああこういう若いやついいなからのそのもう自分のムーブもあるんだ、ラッパーとしてちょっとやってみたいって思って、うんうん、誘ったって感じです。リリックはもうじゃあどうやって書かれてます？作ろうかなって言ってやる感じとさ、はいはいはい、もうなんかちょっとずつ常にさ、あ、はいはい、もう意識高い系と俺はもうそのジャンルもう言ってるんだけどはい、はい、もう隙あらば食べてるやついるじゃん、はいはいはい、あれ本当すごいよね。僕は真逆ですね。もう作ろうと思って作るタイプです、ね、ビートを聞いてそこのっけたいよね、こういう風に作るタイプです、はい、ビートを聞いて出てきた景色とか感じるものを言葉にしていくっていう、なんでリリック先はない、ビートありきだ、基本ないです。わかるな。景色が浮かぶ感じです、うん、だからそれが来ないと、うん、来ない。ノリにこうね、はまりたいというか、うん、その全てにこう苦労したいというか、はい、よくも悪くもこれ転がってますね、時はね、お父さんになっちゃって、はい、何変わりました？親父だよな、リル・ウェインとかさ、はい、JG とか明らかに急にだって俺親父だぜみたいな、あの変わったみたいな、はい、その立ち位置絶対必要だし、うん、教えてもらってきたと俺は思ってるんですよね。あんまり自分の中でこう変わったことない、意外とないんですけど。今何歳子供？今上が6歳で下が4ですね。おい、もうじゃあ小学校に行って、もう来年小学校です、ね、になると、はい、結構うるさくない方だと思うんですけど、子供に、うん、お母さんにそれは任して。そうです、ね、で俺が何か言うとしたら、それ何かあんま良くないことをしてたとしたら、うん、それかっこいいのって聞くんですよ、うん、でかっこいいかかっこよくないかも自分に考えさせる。おそれかっこよくないって言ったらじゃあやめればいいし、かっこいいと思うんだったらやればいい、あそれか、それぐらいですね。あんまり、あとは本当意識してるのはなるべくこう普通に一緒にいる時間を作る、もう当たり前なんていうの、普通のこと、なんか結局自分がこうちっちゃい時を思い出す時もやっぱ本当何気ない日常というか、うん、こう本当に親の車に乗ってなんかどっか後ろに乗ってぼーっと移動してるなんか空間とか景色だったりするんで、なるべく一緒にいる時間を作るっていうことだけは考えてます。じゃあもう子供も家族もね、自分たちもどうだかなんてもう分かり知りませんけどね、今後どんな感じでモデル仕事すごいやるじゃん、はい、日本一ラッパーとしてやるぐらいいいと思うのよ、はい、そこが新しいよね。でもやっぱそこ海外だと当たり前じゃないですか、うん、ね、わかるよ、まあ、できるやつできるやつ完全にいるから、まあ、ラッパーがやっぱタイムズスクエアのこう、うん、看板になってたりとか、うん、やっぱそのまあアメリカ US とかだともうそれが当たり前だし、ラッパーイコール本当かっこいいものっていうのがあると思うので、うん、まあ、日本もそうなればいいなっていう、もうラッパーが当たり前にこうかっこいい服着てかっこいい看板になってるとか、うん、そういう時代になんかなればいいなと思うし、ラッパーがそういう時代にしてる野郎がこうやって一番言ってくれるのが一番話早いわけですから最高でございますね。その通りよ。じゃあ伊代さんの今後のもうソロのビジョン、うん、決まってることあるのかな？5月頃にビルボードのツアー参加して、うん、ビルボードライブでツアー、ソロです。ビルボードツアーやんの、はい、バンドでツアーもあるっていう、まあ、あとはもうでも自分でかっこいいと思う曲を作って、うん、もう自分のやることやるみたいな、うん、って感じです。はいはい。ビルボードってさ、はい、もう今じゃなんかねラッパーがそうってね、うん、って言われなくなったような感じかもしれないけど、うん、マジちょっと前でありえねえステージでさ、超ゴージャスなというか、はい、ラグジュアリーな背伸びしてるあるじゃん。いやいや、はい、でそれをやれる今の立ち位置になってることとか その全部をなんかあれだよね、もったいなくならないように、うん、今の感じでこう、はい、転がしていただきたいですよね、はい、俺がもう教えていただきましたね。いや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 、色々と何倍も何十倍も苦労するとこういう奇跡ができるわけでございますねと改めて思わせていただきましたよ。
本日はありがとうございましたっつって、このブラッティーアングルもこれブラザーのお店ですし、もうあのあいつロストフェストさ、このなんだろうな、まあ、CEO カズ、はい、そんでまあ我々の同級生の練馬の野郎どももそうですけど、渋谷のヒストリーとで、このね、我々が語らせていただく本当のリアルヒップホップとは何ぞやの、この根っこからあなたはもう確実に筋を通してきてますから、本当勉強させていただいた、恐ることなく徹底的にそのまま、いや今以上にお前はいけるって話ありがとうございます、愛してるよ、ありがとう、今日ありがとうございますマクガフィン、今回こういう感じです。 Thank you, love.